ヤッホー。ちょっと今夜お出かけしています。最初ね、フィンランドの三人娘みんな良かったですね。ユルキネンも良かったし、前回めっちゃできなかったけど良かった。でオーナー選手めっちゃ美人、でペルコネンは調子がすごくいいし、ただまあジャンプの回転が足りなかったかな、みんなそれぞれね。オーナーさんはあのスケーティングで転倒しましたね。でも髪の毛、オーナーさんさ、こうフィッタってやってて最後のところすごく好きです、僕。ユルキネンさん、あのフランス大会めっちゃダメだったんですけど、今回ますますよくてガッツポーズ嬉しかった、自信を取り戻しましたね。58点です。ペルコネンも58点、ペルコネンもちょっとあんま彼女は良かったんだけど、彼女自身ちょっと満足いってない感じです。でこの3人のフィンランド娘の後に住吉リゴンちゃん、リゴンちゃんダブルアクセル危なかった、まただけど、多分今大会でショートはダブルアクセルが多分ちょっと危ないですね、国内大会のとこも。他の3回転3回転とか最後のルッツは決まったんですが、回転の判定が気になっちゃうかな。でも豊かなトランジション、伸びやかなスケーティング、音感、自信に満ち溢れたスケーティング、あの圧巻でしたね。これでね、イヤホンで見てましたけど、音の表現、音感がもう世界一だなって思いますね。はい、思いますよ。住吉さん68点台、ちょっと悔しがってかな。でロリーヌシールドはちょっとジャンプが斜めてますね。だけど降りれるっていう不思議な軸で降りれちゃう選手。でアラーキグッドマンは前回ボロ良くなかったんだけど、今回は3回転とダブル等にしつつ、他は良かったです。かっこよかった、プログラムがかっこよかった、単独のジャンプも決まったし、プログラム良かったですよ。アラーキグッドマンのショートかっこよかったですね。点数も、あんまり本人は満足はしてなかったっぽいですけど、でも良かったと思いますね、グッドマン。で前半グループはこんな感じで、問題は後半グループ、いやどうしちゃったのみんな、後半グループのみんな。韓国勢以外は失敗が目立ちましたね。一番最初のアメリカのスター・アンドリュースはトリプルとトリプルトループでミスしたんだけど、ちょっと制裁かきましたね。でも最後こう手を回してパッとかいうね、振り付けが面白いですね。あそこすごい好きですね。であとは河辺愛菜ちゃん、どうしちゃったんだ、ジャンプ高さがなかった、全然。フリップもルッツもついてから全然高さが出てなかったから、ちょっと転んじゃいましたね。回転が先に頭の中で始まっちゃった感じでしたね。軸は悪くなかったから多分高さがちょっと出にくかったかもしれない。でもね、後半グループね、アンバーグレーンもそうでしたよ、フリップもループもそうだった。なんかね、トーついてアンバーグレーンもトリプルフリップかな、トーついた時になんか高さが出なかったね。多分だから氷の質関係あるのかなって思って、アンバーグレーンちょっと全然良くなかったですよ今回。フリップがダブルになったし、ループのコンビネーションもなんかばらけたし、他もなんかキレがなかったんで、ちょっとアンバーグレーン選手ちょっとヒスキュアでも泣いてましたけど、いやちょっとショックでしたね。であとはだからそう、川辺さん、でもステップとかはねよく動いてたと思う、体よく動いてたと思うんですけど、2つのジャンプ転倒ですからね、悔しいですね。で韓国の2人、まずユヨン選手は良かった、3回転ルッツダブル等にしましたけど、3人にしたんですけど、他のところが非常にクリーンで良かったし、前回よりはキレが出てきた、だからユヨン選手なんか演技もとても綺麗だったし、前回よりもよく動いてたし、スケーティングもよく滑ってたから、4選手63点ですよね今回ね。結構前回よりは少なくとも良かったと思いますよ。
まあ、彼女もなかなかちょっと苦しんでる選手でしたけど、ね、うん、でキム・チヨンは3回転3回転がちょっと危なかったんですけど、まあ、それ以外はいつも通り良かったですね。でこのプログラムすごいやっぱ好きですね、うん、はい、全体的に安いですね。キレとかね、体のキレもあったし、まあ、もうちょっと動けるかなってちょっと感じたんですけど、でもすごく、うん、まあとりあえずまとめたかなという感じですね。はい、うん、でそして坂本香織さんなんですけど、後半のトリプルフリップがダブルフリップになっちゃいましたね。ちょっと残念でした。でもまあしっかりトリプルトーをつけたの偉かったですね。でそれ以外は良かったと思います、トリプルルッツも。ただね、ステップシークエンスが、まあ、良かったんですけど、ちょっと滑ってなかったですね。彼女はもうちょっと滑るんで、うん、うわーって滑ってくるんで、前回の方が滑ってましたね。だからすごいレベルが高いんですけど、坂本選手の中からするとちょっともうちょっと滑れる感じのがあるので、まあでもね、69点で1位ですよ、坂本さんね。うん、住吉さんに、はい、3位誰だっけ、キムチヨンか、確か。はい、という感じでしたね。いや、前半の選手はみんな良かった、後半は結構ミスが目立っちゃいましたね、韓国勢以外はね。うん、はい、ありがとうございました。